いただきます。
はい、夜のマロ定食完成しました。さつまいもご飯、かぶとしめじの生姜スープ、豚肉たちの黒酢炒め、納豆があったので足しました。エリンギとニン…エリンギじゃねえや人参、舞茸、大根の味噌炒め、いただきます。いただきます。やっとできた。今日は腸活を意識した感じのメニューになりました。美味しいかな。うめえ。かぶって大好きでさ、僕冬になるといつも食べたくなっちゃう。いただきます。うまっ。うんふん。冷めても美味しいなって感じるから、お弁当に入れてもいいですね。これは。こっちは黒酢炒め。おにぎりのお皿可愛くないですか。どっかで買いました。豚とレンコンってなんでこんなに合うんだろうね。美味しすぎる。寝てきてる。オーマイガー。どうしたらいいんだこれ。もう全く合わなかったら。もうって思ったけど、こうやって器に移した方がなんか彩りが良くなりますわな。これを見てるみんなの夜ご飯は今日は何ですか。美味しかった。今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございます。
今回は初めてのルームツアーだったんでね、自分の暮らしへの考え方とかも含めていろいろ話してみました。自分の住んでる部屋を大事にすることって、巡り巡って自分を大事にすることにつながると僕は思うんですよね。別に僕は丁寧な暮らしとか目指してないんだけど、自分が心地よいと感じられる範囲でね、いろいろ大事にできたらいいですよね。押し入れは片付けないと。それからインスタの方もね、僕アカウントがあって、インスタの方では料理のことに関して結構投稿してるので、そちらもぜひフォローをお願いいたします。それでは暖かくしてお過ごしください。おやすみなさーい。